僕は夜行性ゆえこの時間からが本領発揮なのです。気にせず八神氏は明日に備えてくだされ。寝床はそこのソファーが見た目以上の寝心地ですぞ。偉人町も悪くねえな、多忙。まず何より中華がうめえ。仕事もぶっちゃけガキ相手だ。極道半グレに比べりゃ楽だわな。はあ、ん？困ったな。なんと、お、はあ、八神さん。はあ？お願いしますぞ。
わかった。おう。あの、まったく。どこからでも来な。
なあ、そうですとも。マジで。はあ。感謝しておりますぞ。しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。いただきます。これはごちそうさま。ありがとうございました。
ったく、時間食っちゃったよ。溶けてる。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。Yeah!
からで。ったくいい加減にしろよ。しばらく寝とけって。時間食っちゃったよ。
矢神氏、昨日言っていた業者風の作業服を用意してありますぞ。清涼高校へ行く前にスタンバイしてくだされ、サイズはバッチリのはずです。矢神氏の体のことは完璧に把握しておりますゆえ。だろうな。つくもの仕事に不満だったことはないよ。あいつら何カッコつけてんだ。妙な貫禄出して。清涼高校へはこちらからタクシーで参りましょう。おのおの方よろしいですかな。今回の依頼はうちにとっても矢上氏にとっても今後大口案件になる可能性があります。絶対に成功させましょう。来る依頼に重いも軽いもねえ。どの打席でもフルスイングがうちのスタイルだなあ、タボ。だね。じゃ、早速行ってみようか。空調のメンテナンスでしたよね。理事長から伺っています。ご案内は無用ということでしたけど。ええ、お気遣いなく。なんか金のある学校って感じだな。私立の進学校だからね。今は休み時間か。とりあえずはざっと校舎の構造をつかみたいですね。校庭に出てみましょう。そこから全体を見渡せそうですぞ。
学校の作り自体はさほど特殊ではありません。教室棟にあれが体育館ですな。用意してる小型カメラはいくつあるんだ？20台です。その映像は全て僕の PC 上で確認することができます。4人で手分けして仕掛けるか？バラバラで動いてあまり目立ちたくないな。部外者が1人でいると何してんだって注目されやすいじゃん。でも2人組ならそうでもなくなる。さすが八神氏、こんな話を聞いたことがありますよ。詐欺師が偽警官なんかを装うときは大抵2人組で現れるそうです。すると相手がよほど用心深くない限りまず疑われないようで。つまり僕も八神氏の案に賛成です。よかったな、タボ。詐欺師の才能があるってよ。じゃあ俺とカイトさん、つくもと杉浦で10台ずつ手分けだな。カメラってのはこちらです。150度の広角レンズで浅く広く監視ができます。これをいじめが起きそうな場所に仕掛けていってください。先行の死角になるようなところってことだよな。任せとけ、俺はその辺鼻が利くぜ。そこを威張って言えちゃうのが海藤さんだよね。そんなに褒めるな。よし、ほんじゃまあいろいろ見て回ろうか。そうだな、俺らはこっち、スクモたちは逆から行けや。了解。よう、俺らが取り付けるカメラは10台しかねえ。仕掛ける場所は慎重にな。待て待て、ここはいいぜ。下駄箱だ。青春のドラマが起きる舞台じゃねえか。ドラマって？あるものはラブレター、またあるものは決闘の果たし状を相手の下駄箱に忍ばせる。それはなんか時代だね。いいから、まずはここだ。なるべく死角がないように3台仕掛ける。ここでいきなり3台。学校で死角になるような場所なんてそんなに多かねえ。だがここの下駄箱は俺のアンテナにビンビン引っかかる。そっか、まあ分かったよ。こちらつくも、八神氏、早速カメラを仕掛けましたな。こちらでしっかりモニターできています。その調子でお願いします。わかった、そっちもよろしくな。ええ、こちらはまず体育館裏に仕掛けました。続いて教室棟へ向かいます。了解。よし、先行くぞターボ。この回はあいつらに任せるか。タボ、俺らは上だ。あ、いいよ。
おお、階段だ。ここも学校の資格だぜ。よくいじめられっ子が突き飛ばされたりするわな。そんなしょっちゅうあることじゃないでしょう。まあでも確かに資格にはなってるか。だろ、見通しが悪く教師の目に留まりにくい。いかにもいじめの現場になりそうだぜ。なるほど。よし、早速一台仕掛けるぞ。よし、それじゃあ上の階だ。宮神氏、今2階ですかな。うん、これからカメラを仕掛けるところだ。我々はもうすぐ1階に仕掛け終わるところです。その後は東棟に向かいます。東棟の方は我々に任せて、矢上氏たちは2階と3階を中心に仕掛けていただけますか。ああ、分かった。ターボ、手分けしようぜ。俺は2階をやるから、お前はここより上を頼む。了解。なんだ兄ちゃん、今取り込み中なんだ。後にしてくれるか。怪しい。校内禁煙ですよね。こんなところでサボって吸ってちゃまずいんじゃないですかね。あ、見られてた。悪いんだけどさ、内緒にしててくれる？いいですけど、その代わりここどいてもらっていいですか？わかったわかった、くれぐれもこのことは内密にな。Thank you.
海藤さん、3階は仕掛け終わったよ。おお、こっちも死角になりそうな場所は一通り仕掛け終わったぜ。だが2台余っちまってよ。この廊下にも1台行っとくか。意外とここも教師の死角になりそうだぜ。なあ海藤さん、教室の中は仕掛けなくていいのかな。いじめってやっぱほとんど教室の中で起きるんじゃね。そうだろうな。だがよ、カメラの台数より教室の方が多いんだからしょうがねえ。できる範囲でベスト尽くすのがプロってもんだ。そりゃそうか。思ったより考えてんだね。廊下をざっと見渡せるようにカメラを仕込むんだ。真ん中あたりの天井がいい。教室の出入りが一目でわかる。よしタボ、天井に仕掛けるぞ。お前が上だ。はいはい。あのさ、これ別に今やらなくてもよかったな。後で授業中にやるとか。みんなこっち見てるよ。今さら遅え。いいから堂々としてろ。今の奴ら見たか。昨日スマホで洋食屋を煽ってた連中だ。海藤さんも気づいた。2年2組か。いじめを探すなら有望なクラスかもな。よし、あの教室に最後の1台仕掛けようか。ああ、ただなるべく連中に顔を見られねえようにな。行くぞ、タボ。あの、ご苦労様です。今日は空調の点検か何かですか？あ、お、ほう。すいません、すぐに終わりますから。そうですか。いえ、何も事前に聞かされてなかったものですから。それは俺らもです。こんなお綺麗な先生がいるなんて。いつもの方と違うんですね。それに空調の点検なら先月やったばかりだと思うんですけど。そう言われてもうちは呼ばれてきただけですから。職員の沢と申します。ここは私の担任するクラスです。失礼ですが、誰があなた方を呼んだんです？こちらの理事長から頼まれたんです。てっきり先生方にも伝わってるかと思ってました。理事長からですか。それじゃあもう私はとやかく言えないですね。いや、そんな。あなた方が直接依頼を受けたんですか？ええ、そうなんですよ。いつも我が社がお世話になってます。なるほど。じゃあちなみにうちの理事長の名前は何だったかしら？理事長のお名前？あ、それなら確か。
奥田さんでしたよね、確か。ええ、そうですね、会っています。すみません、失礼しました。いや、何いいってことですよ先生。しかしお美しいですな。私のタイプといいますか、理想は、うん、作業はすぐ済ませますから。すみません、どうも。これで完了です。いや、どうもお邪魔しました。失礼します。あんた何やってんだよ海藤さん、仕事で来てんだからさ。今の彼女、昔憧れてた先生に似ててよ。俺には数少ねえガキン頃のいい思い出なんだ。なんだよ急に、俺が悪もん。分かってるって、ちゃんと仕事に集中する。こちらつくもです、八神氏どうぞ。ああ、こっちは全部仕掛け終わったよ。我々の方も仕掛け終わりました。海藤さんと体育館へお越しいただけますかな。今ちょうど誰もいません。そこで仕掛けたカメラを見ながら今後の調査方針を検討しましょう。分かった、体育館だな。お疲れ様。カメラは全機正常に作動中。じゃああとはそいつで監視するだけってことか。かもしれません。時に八神氏たち、一クラスだけカメラを仕掛けた教室がありますね。何か理由でもあるのですか。昨日俺らが町で指導した連中がいたんだ。要注意の問題児だと思ってさ。なるほど、今のところは特に異常なさそうですが。しばらくは様子見か。けどもしこの学校にいじめがあんなら、確かにこれで引っかかりそうだな。凍ってとこです。タバコは格別だね、この背徳感っつうか。今日はちょいちょい浸るね海藤さん。まあ俺が通ってたのはこんなご立派な学校じゃなかったよ。1年で中退したし。おっと、マジか、もう見つけちゃったよ。どうした。これは八神氏たちの仕掛けたところですね。2年2組の教室です。やっぱりあの連中だ。やられてんの女の子か。おい、なんだこいつら。うわ、なんか手に落書きしてるよ。油性マジック。よう、タボ、行こうぜ。あいつらぶん殴ってやる。こんな胸くそ悪いもんほっとけるか。ああ、そうだな。待った、ヤガムさん。ん？終わったみたい。やつら、教室出てくよ。くせえ、周りの連中も何なんだ。みんな腫れ物に触るみてによ。
なんで誰も助けねえ。行ってみよう、カイトさん。この目で現場を見ておきたい。ああ、僕らは依頼人に報告を入れておきます。こんなに早く見つかるとは思いませんでしたが、間違いないですね。結果から言えば、この学校にいじめはあったというわけです。どう対処するか理事長と相談しなければなりません。ダボ、さっきカメラに映ってたの、あの子だぜ。近づいて様子を見てみよう。こちらつくもです。矢上氏、どうぞ。あ、どうした。今依頼人に報告をしたところです。お二人も来てください。東棟の3階に理事長室があります。了解。Thank you.
どうぞお入りください。あれ、あ、さっきの。いや、これは沢先生でしたよね。先ほどはどうも。皆さん探偵さんですか。八神さんと海藤さんです。こちらのお二人のこともどうか内密にお願いします。そうですか、わかりました。担任の沢先生には全て事情を説明しました。八神さんたちもどうぞおかけください。やっぱり。でもこんなに深刻な状況だったなんて。いじめられてるのは甲田真美さん、間違いないですか。ええ、彼女も周りにいるのもみんなバスケ部の子たちです。その仲間内でいざこざがあったのかな。先生もうすうすは気づいてたんですか。甲田さんの元気がないことはもちろん。まあなんだろうか、連中を定額だが退学にでもすりゃいい。この映像が動かぬ証拠だ。え、それはさすがに急でしょう。あとこの映像を証拠とするのはちょっと問題があります。確かに学校が生徒を隠し撮りしてたなんて言えませんもんね。そして加害者側の生徒たちもまだ子供です。そちらの将来は慎重に考慮しなくては。警察はいけません。理事長はこのいじめをなかったことにしたいんですか。ああ、昨夜は必ず対処すると言ってたがな。もし隠そうとおっしゃる気なら私にも覚悟があります。隠そうだなんてそんなことは言ってませんよ。ならすぐに手を打たないと。甲田さんがどれだけ追い詰められてるか誰にも分かりません。それこそ今日自殺する可能性だってあるかもしれない。理事長、いじめは被害者と加害者を物理的に遠ざけない限り当事者だけでは解決しないそうです。第三者が入っていかないと。何かの本にそう書いてあったんでしょうね、つくもさん。でも私の経験上、いじめ被害者というのは自分がいじめられていることを人に知られたくないんです。家族にも友達や知り合いにも。だからいじめを受けている子が助けを求める時にはそれはもう大変な勇気を振り絞っているんです。なのに第三者の我々の方からいじめを受けてるねと声をかけていいのでしょうか。でも、いや、理事長の言い分もわかる。騒ぎ立てることでかえって甲田さんを傷つけるかもしれない。なんだよ、らしくねえな。多忙、目の前で人が溺れてんのに助けねえ理屈なんかねえだろ。だからさ、要は大っぴらにしないでいじめをなくせばいいんだろ。あのクラスで起きてることはあのクラスの中で解決させるんだ。あ？すみません、あなたは探偵ということでしたよね。八神です。いじめをなくすってずいぶん簡単そうに。どういうお立場からそんな大口を叩いてるんですか。何か賞賛があって言ってるの、八神さんは。多分ね。さっきの動画もう一度出せるか。ええ、もちろん。俺はこの映像の中にいじめを止められる存在がいると思うんだよな。どういうことです。私なんかには分かりません。名探偵にご教授いただきたいです。そんなチクチクした言い方。いや、それなりの覚悟で物言ってもらうぜ。いじめを止められる存在ってのは何のことだ。
いじめを傍観してる生徒たち。ただ今はみんな見て見ぬふりしてる。そりゃいじめやってる連中は数も多いし、下手にかばったら次は自分が標的だもん。高校生にもなるとその辺まで頭が回るんだよ。大人と同じようにね。あ、じゃあクラスみんなを巻き込んで学級裁判を開くとか。八神さんの言いたいのはそういうことですね。しかしそれだとかなり大っぴらにいじめと向き合う場になりますよね。それこそ甲田さんを傷つけかねない。どうなんですか八神さん。俺が言いたいのは周囲が何も言わない状況、それがいじめっ子たちを勢いづかせてるってことです。傍観してる生徒たちは女の子がいじめられてるのに何もしてません。無関心でいたり気づいてないふりをしてる。それが一番安全だからです。けど本当は見てて気分が悪いはずなんです。ああ当たり前だ。もしみんながそれをはっきり口に出して言えれば、いじめをしている連中に気づかせることができます。クラスの中で自分たちこそが輪を乱す裏切り者だと。すると次は彼らが群れの制裁を受ける身です。その時自分たちを危険にさらしてまでいじめを続けるかどうか。ええ、そうかもしれませんが。うん、だとしたら俺たちは何をすりゃいい？あの教室の傍観者たちに声を出させてやるんだよ。俺たちはその唇を切るだけ。大事なのは最初の第一声なんだ。どういうことなの？つくも、急ぎで小型のスピーカーを何個か用意できないかな。それをバレないよう教室中に仕込む。調達はもちろんできます。ただ僕はまだいまいち八神氏の計画が理解できていません。かもな。正直俺もうまくいくかわからない。でもやってみる価値はあると。いいでしょう。わかりました。では放課後には戻ってきますよ。探偵さんが何する気か知りませんけど、いいですか理事長。私はこのまま何も見なかったように済ませる気はありません。それだけははっきり言っておきます。以前うちで生徒が自殺してしまったと言いましたね。当時沢先生もすでにこの学校の教壇に立っていました。何が原因だったにせよ、身近な生徒の自殺を防げなかったことに今も傷ついてるんです。そうでしたか。私は本校の理事長として彼女を失望させたくありません。よろしく頼みますよ八神さん。いかがです？問題ないですかな八神氏。ああ、生徒たちはぼちぼち帰ったみたいだ。お渡ししたスピーカーはお手元にありますね。もちろん。こっちの期待通りの品だよ。ありがとうな、つくも。いえ、その言葉は全てうまくいった後に取っておいてください。教室の方はどう？誰もいない？2年2組ですね。確認してみます。ん？おかしいですな。どうした？教室のではないんですが、一台隠しカメラにトラブルのようです。教室棟の2階階段。故障ってこと？いえ、信号は来ていますので、レンズの前が何かで塞がれてしまったのかもしれません。わかった。どうせ通り道だ。ちょっとそのカメラも見てくよ。
しもし、今何してる？どうですか、八神氏、何か異常は？どうかな。ん？これなんだ？なんです？レンズにシールが。あ、八神氏、後ろに人が。ほら先生、この人ですよ。隠しカメラを仕掛けた犯人、盗撮魔です。隠しカメラを見つけた場合、根本的な対処法はそれを回収することじゃありません。レンズの前を隠すんですよ。すると不具合に気づいた犯人はカメラを直すためにのこのこ戻ってくるというわけです。分かったから、天様、お前は下がったろ。おい、そこで何してる？だから盗撮魔ですって。どうやらその女子は手だれですぞ。まんまと罠にはめられました。先生、ほら早く捕まえましょう。ちょっと、こら！え？これはちょっとまずい状況なのでは？ああ、分かってるって。八神氏、正面に体育館の屋根に登るはしごがあります。ひとまずそこに向かってください。わかった。八神氏、学校から警備会社に通報されてしまいました。これから応援の警備員が駆けつけてきます。そっか、とりあえず了解。屋上へ着いたようですな。さっきからどこで見てるんだ？ドローンですよ、八神氏。人のいない移動できそうな場所を見つけました。その屋根の上からドローンを目印に教室棟に向かって飛び降りてください。できるだけまっすぐに思い切って飛ぶのですぞ。たく簡単に言うよな。何人か警備員がついたようです。脱出できそうですか？
なんとかするよ。でも例の教室にスピーカーを仕掛けてからだ。え、いや、しかし警備が厳しくなる前に済ませりゃいい。脱出はその後。本気ですか？大丈夫。要は警備に見つからなきゃいいんだし、俺にはつくものサポートもついてるだろ。そんな風に言われると弱いですね。了解です、八神氏。横浜99課の名にかけて任せてくだされ。ではミッションスタートですぞ。よし、行くか。先ほども申した通り、八神氏が安全に目的地にたどり着けるよう私がナビゲートします。ですから無線はこのまま切らずにいてください。わかった、頼んだぜ、つくも。ほう、すぐそこなのに。仕方ありません、別のルートを探しましょう。少々お待ちくだされ。八神氏、このルートは諦めて屋上へ向かいませんか？そうだな、警備員がいなくなるのを待ってるのも時間が惜しい。屋上へ行ってみるか。なるほどね。なんだよ、ここも通せんぼか。申し訳ありません、どうやらそこは死角だったようです。参ったな。八神氏、その場所に警備は何人いますか？ん？一人だけだけど。一人ですか？であればそこの警備にはどいていただきましょう。何か策があるのか？八神氏に以前渡したあれを使う時が来たようです。あれってこのボールのことか？一体何に使うんだ？防犯用のカラーボールのようなものですよ。そのボールに粉末や液体を入れてターゲットに投げつけて目をくらませるのです。なるほどな。で、中に何が入ってるんだ？ただの故障です。おいおい、そんなんで本当に大丈夫か？まあまあ、ものは試しです。騙されたと思って投げてみてくだされ。ほう。すごいな、効果はバッチリだ。そのようですね。八神氏、ボールには1回分の素材しか入れられません。あとは現地調達でお願いします。ああ、わかった。そこにやっ、
つくも、聞こえるか。このまま降りていくと例の現場に戻っちまうよな。矢神氏が盗撮魔扱いされた2階の踊り場ですね。はい、その通りです。今現場がどうなってるかわかるか。調べてみましょう。矢神氏をはめた手だれの女子はいませんね。集まっていた野獣馬もいなくなったようです。お、なら行けそうか。警備が一人配置されていますが、矢神氏ならやり過ごせるでしょう。ああ、一人くらいなら楽勝だ。なんだろう。生徒は誰もいない。了解です。警備は完全に矢神氏を見失ってるようですぞ。お前のおかげだよ、つくも。じゃあこれから例のスピーカーを仕掛ける。わかりました。そっちからスピーカーに声くれる。あ、テステス、こちらマイクのテスト中。本日は晴天なり。あ、テステス。いいね、さすがつくものスピーカー。すぐそこにいるみたいだ。これで仕込みは OK なのですか。ああ、やれることはやったと思うよ。ストップ。ちょっと待った。誰か、ヤックンたち呼んでこい。さっき不審者がいるって警備が騒いでたよ。まだこんなとこいたんだ。けど、なんか見た顔だと思ったんだよね。昼休みの時にさ。てめえ昨日のやつだな。
俺のスマホ取ったろ。たっぷり弁償してもらわなきゃな。大丈夫ですか、八神氏。せっかくここまで来たのに。大丈夫。うまく切り抜ける。てめえ、何うちの学校に入り込んでんだ。誰なんだよ。何にも答えねえんだ。マジで不審者じゃん。女子の体操服でも盗みに来た。なんだよ。じゃあこいつ好きなだけボコってもオッケーなんだ。だね。俺ら変態捕まえたヒーローになれるよ。やった。俺一回人の骨ぶち折ってみたかったんだよな。お、何や。ヤッくん、こいつ結構やるから、みんなで一斉に行った方がいいよ。やっちまえ！マジか。やべ、離すなよ。気合の入った変態じゃねえか。ヤガミ氏、ここで捕まったら変態扱いですぞ。ニュースの見出しはきっとハレンチなものになります。冗談じゃねえ。やるしかねえか。大人げなかったかもな。いえ、それよりもう消えましょう。八神氏はそのまま一人で脱出を。僕たちも順次校内から離脱します。うちの事務所で落ち合いましょう。うん、わかった。
しばらく寝とけってのにしろ。ありがとうございます。時間食っちゃったよ。どうなる？しばらく寝とけっての。
いらっしゃいませ。いただきます。みなぎってきたぜ。ごちそうさま。ありがとうございました。でも来な。おら！しばらく寝とけっての。しかしターボーが変態で捕まりかけるとはな。そんなドジ踏まないって。俺はいじめっ子連中はいい気味だったね。もっとギタギタにしちゃってもよかったんじゃない。そしたらもう甲田さんもいじめられないし。何でも拳で済ますんじゃないよ。それでよしとしてんじゃもうこの手の依頼は来ないね。杉浦君、八神さんがそれ言う。するとやはりあそこで仕掛けたスピーカーたちが物を言うわけですか。ああ、期待通りに行くといいんだけど。まあやることやったんだろう。あとは明日天命を待とうじゃねえか。
ったく、時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。よう、たまには一緒に飯行こうぜ。じゃねえってこうだ。早く行くよ。今日マッツは朝からむしゃくしゃしてんだから。私はいいよ、ここで。は？何逆らってんの。じゃあこれは没収ね。ほら早く行こうぜ、エロ女。それともやっぱ食欲より性欲か。本能むき出しできてんのな。ほーら待てよ。なんでそんな鈍いの。一緒に飯食おうって誘ってやってんじゃん。うっざ、いちいち呪い。ああ気分悪いな。飯がまずくなるよ。おい誰だ今の。俺じゃないって。気分悪いって俺たちのことか。そんなの当たり前じゃん。他に誰がいいんだよ。ああ俺もそう思ってた。だよな。なんだ毎日毎日女の子一人にご苦労さん。あれでいい気になってんだからめでてえよな。何みんな、ちょっとこいつ高田だよ。エロ女に味方すんの。高田さん大丈夫？そんな奴ら無視しなよ。バカっぽい悪口だよな。エロ女だってさ。よっ
清純派はご潔癖ですな。なんだのねえ。ヒステリーはみっともないな。それじゃあモテないよ。はあ、何見てんだ。なんか言いてえことでもあんのかよ。あるに決まってんじゃん。まだ気づいてねえの。確かにさ、お前らいい加減にしろよっていうか。そうだよ、それそれ。ほんと何様だ。なあ、もう甲田に構うなよお前ら。そうだ、甲田さんに近づくな。やっと言えたじゃねえか。せいせいしたぜ。お前らはよそで飯食うんだろ、早く出てけよ。おお、確かに言ってた。出てけ出てけ。よし、行け行け。なんだよお前ら急に。おい松、これって。もう行こう。くそ。すごい、あの子たちがこんなにまとまるなんて。みんな分かっちゃいるんですよ、自分たちが見過ごしちゃいけないもんに声を上げずにいたって。大人だってそういうことあるでしょ。柳波さんはこれを狙ってたわけですか。集団心理に傍観者効果って言葉があるそうです。ある事件に出くわした時、自分以外にも傍観者がいる中で人が思うことは大きく3つ。他の人がやらないなら緊急性はない、他の人がやらないなら自分だけやる必要はない、このぐらいのことで行動を起こすのは恥ずかしい。結果誰もが動かないただの傍観者になる。でもそんな時一歩前に出て声を上げられる人がいれば、俺はきっと潮目が変わるんじゃないかって思ったんです。ほらペンギンの群れも海に飛び込む前はみんな尻込みしてるけど、最初の1羽が行くとどっと続くでしょ。ファーストペンギンですね。未知なる海へ飛び込む最初のペンギン、それをアメリカでは敬意を込めてファーストペンギンと呼ぶそうです。つまり八神氏はあの教室にファーストペンギンの声を上げたと。これでいじめが解決したかは分かりませんけど、その取っかかりにはなるのかも。あいつらもういないから大丈夫だよ。ひとまず様子見にしませんか、沢先生。今は下手に大人から手を出さない方が。たまたまにしてはうまくいったみたいですけど、また何かあればやはり教師や学校が動くべきだと思います。そうですね、それはもちろんです。失礼します。おい、せっかくうまいことやったんだ、先生の顔も立ててやれよ。あのね、向こうは探偵ごときが教育に口は挟むなって言ってきたんだよ。いや、これはとんだ失礼よ。しかしお見事でした、八神さん。この年になって面目ないことですが、本当に勉強させていただきました。いや、まあそんな。やったね八神さん。やはり僕の目に狂いはなかった。さすがですぞ。ん？すいません、ちょっと。はい、八神です。白崎です。八神さん、今少し大丈夫ですか？ああ、いいけど。至急でお願いしたい仕事があります。うちで抱えていた裁判の件で
ど至急ってことだとまずいかも。今俺らカムロ町じゃないんだ、横浜に来ててさ。え、そうだったんですか。杉浦たちがこっちで探偵始めたんで、その手伝い、まだ現場なんだ。清涼高校ってとこ。あれ、沙織さん聞こえる？清涼高校というのは偉人町に近いあの。ん、そんなに有名？2ヶ月前にそちらで教育実習中の大学生が失踪しています。ある日突然。ああ、そういえばそんな話聞いたかも。彼は清涼校の卒業生で、つまり母校に戻って教育実習をしていたんです。ちょっと待ってよ、なんで沙織さんがそんなことを。実習生の名前は三越柴弘。先日他殺体となって発見されました、偉人町の廃ビルで。え？腐敗が進んでいましたが、先ほど神奈川県警が身元を断定しました。間違いありません。先ほど？何の話してんだ。ですが、その死体が御子柴であると事前に言い当てた人物がいたんです。私が弁護してた江原という痴漢で、現役の警察官です。2ヶ月前、御子柴が失踪したまさにその日、駅で現行犯逮捕されました。じゃあそいつが殺しもしてたってこと？いえ、まだ被害者が生存してた時刻、江原は都内の駅に向かっていました。そしてそのまま痴漢で逮捕され、今も拘留されてますから。つまり殺しについてはアリバイがあると？ええ、しかもつい先日、江原とは別の誰かが発煙筒で御子柴の死体を発見させるように仕向けています。そちらが殺害の実行犯でしょう。ただし江原とも何らかのつながりがあったはずです。ああ、でなきゃそいつに死体の身元は言い当てられない。そうです、江原は現役警官として痴漢を働いただけでなく、その裏で殺人犯と関わっていたことになります。でもそいつの動機は？4年前に江原の一人息子が自宅で首を吊ったんです。やはり清涼高校の生徒でした。それを江原は息子の同級生だった御子柴のいじめのせいだと考えています。息子の仇？それで誰か人を使って復讐したってことか。その可能性があります。ですから八神さん、今回調査をお願いしたいのは御子柴殺害の真相についてです。これまで私は江原をただの痴漢としか見ていませんでした。でも彼がそれを御子柴殺害と同じ日に起こしたのには何か意図があるはずなんです。そりゃ確実なアリバイを用意するためじゃないの。でないと怨恨の線で真っ先に疑われるわけだから。そのためにわざわざ痴漢なんて。アリバイを作るだけなら他にいくらでもやりようがあったはずです。要するに弁護人として私は江原に対して何か重大な見落としをしている可能性があります。そんな状態で法廷に判決を出させてしまったんです。このまま見過ごしてはおけません。私はあの日起きた痴漢と殺人を2つで1つの事件として見直したいんです。わかった。じゃあ何から始める？もしかしてそちらは今清涼高校で聞き込みができる状況ですか？そうであれば失踪直前の御子柴の様子や他にもそこでしか手に入らない情報があると思うんです。もうすぐに動いちゃっていい？ええ、正式に仕事として依頼させていただきます。了解、引き受けた。仕事が途切れずにあるって最高だね。ある日、横浜偉人町で発見された若者のフランシュタイン。彼は八神が潜入していた高校で教育実習中、
突然失踪していた人物だった。この事件の鍵を握るのは世間を炎上させた痴漢にして現職の警察官江原。殺された被害者のことを息子の仇として強い復讐心を抱えていた。沙織さん、調査へ入る前にもう少しいい？例の被告人のプロフィールだけど。ええ、痴漢で逮捕されたのは警視庁の現役警察官で江原明宏。新宿区の交番に勤務する巡査長。年齢は53。住まいは都内のアパートで一人暮らしでした。一人暮らしって奥さんは？奥さんは7年前に息子が星稜高校に入ったので江原を残して横浜へ移り住んだそうです。その3年後、つまり今から4年前に息子の敏郎くんが自殺を。その後も別居？敏郎くんが亡くなった後、妻は江原との同居を拒んだそうです。私もそれ以上のことは何も。そっか。痴漢の件について江原は無実を主張しています。自分はやっていないと。ただ実際には防犯映像やスマホ動画、痴漢した際の微物検査など一通りの証拠が揃っていました。動画はテレビで流れてたのと一緒かな？ええ、放送分はぼかしや編集も入ってましたが内容は同じです。確かにあれは動かぬ証拠って感じだったね。はい。で、その被告人が有罪にされた途端、突拍子もないことを言い出した。ええ、そうです。裁判長、3日前に横浜の廃ビルから死体が出てきたはずです。その死体の主は三越場博と言います。彼は4年前、私の息子を自殺に追いやった。江原は息子が三越場からいじめを受けていたと考えています。そのことで星稜高校を訴えてもいました。しかし裁判ではいじめの事実は確認されなかったと判決が出されています。当時の法廷でどういうやり取りがあったか、私の方ではまだよく分かってません。そのあたりはすぐ聞き込めそうだよ。今目の前に関係者がいる。誰です？星稜の理事長先生。ん？私が何か？ほんといいところに居合わせましたね、山見さん。でも一つ気をつけてください。ん？三越場博が殺された事実はまだどこにも報道されていません。ですから特に学校関係者にはまだ伏せてください。いずれ神奈川県警も聞き込みに来るはずです。その時みんなが三越場の死を知っていたりしたら。捜査妨害とみなされるってことか。探偵なんかすぐに事件から締め出される。ええ、三越場の写真は後で送ります。それとまだ注意することがありました。何？江原には一昨日痴漢の件で有罪判決が出ました。あと13日で控訴を申し立てなければ判決通りに刑が執行されます。そうなったら以後この事件はただの痴漢として処理されます。一度蓋が閉じられたケースは滅多なことで開きません。たとえ後で何か重大な見落としがあってもです。ああ。すみません、まだ情報が全然ないのにせかしてしまって。いいって。とにかく今やれることをやってくよ。じゃあよろしくお願いします。よう、何の話だったんだ？ごめん、ちょっと待った。悪い、海藤さん、後で話すよ。今は理事長から話を聞かないと。
さっきの電話、源田法律事務所からとお見受けしましたぞ。相変わらず売れっ子ですな、八神氏。ったく、なんだってんだ。後でちゃんと聞かせろよ。オーケー、八神さん。いじめ調査の後処理は僕とつくもくんでやっとくよ。沙織さんの依頼じゃ断れないもんね。八神さん、何か。そうですね。何から話せばいいか。こないだ聞かせてもらった教育実習生が失踪したって話。え？この写真の彼ですよね。名前は三越葉博。なんでそんな写真を。え？でもそうです。彼の話を少し伺いたいんです。別件の調査なんですけど。三越葉くんに何かあったんですか。あったんですね。彼の件で調査を依頼してきたのは俺の知り合いの弁護士です。でも細かな内容についてはお伝えできかねます。その先は探偵の守秘義務があるんで。同じように俺は理事長からの依頼も絶対人に言いません。そのことも踏まえてご理解を。三越葉君は失踪届まで出てるんです。何かあったとしか。いずれお話しできることは全部話します。でも今は俺に質問させてください。そうですか、わかりました。三越葉君はこちらの卒業生だったんですよね。その縁で教育実習に来ていた。ええ。期間はどのぐらいですか。3週間ほどの予定でした。それがもうすぐ終わるという頃に突然来なくなったんです。特に前日まで変わりなかったのに。いや、私も聞いた話でしかないんですが。理事長は彼とはあまり。ええ、挨拶の時少し話した程度で。三越葉君は4年前にちょっと悪い噂がありましたよね。自殺した生徒さんへのいじめ加害者だと。ネットにそういう情報が出ていたことは承知しています。ですがその後の裁判でいじめの事実は確認できなかったと、そう判断されました。けどその確信がなくて、あなたは今回のいじめ調査を思い立ったはずです。違いましたっけ。ええ、ああそれはそうですが、でも4年前のことはもう終わった件なんですよ、うちとしては。そういえば俺少し不思議だったんですよね。校内のいじめ調査を理事長がこっそり探偵に頼むっていうのが。しかも多分自腹で。そりゃ学校経営者がおっぴらに生徒たちを疑いませんから。しかし最近のいじめはネットに証拠映像が上がったり一気に炎上する。その時責任者としてテレビにさらされるのは私なんです。だからなるべく内密に調査をしたくて。ええ、ただ俺が一番気になったのはなんでそれが今だったのかってことです。あ、何のことです。きっかけはこれですよね。あ、それ都内で2ヶ月前に撮られたこの映像、一時期何度もテレビで流されてました。痴漢の名前は江原明宏、都内で現役の警察官でした。もちろんご存知ですよね。
彼は息子がいじめにあって自殺したとこちらの学校に裁判まで起こしてた。それは、まあ。すると江原に世間の目が集まっている今、もしこの学校に別のいじめが出てきたりしたら非常にまずいですよね。せっかく裁判でお咎めなしとなったのに、また4年前の生徒の自殺が方々から蒸し返される。もしかしたらあの時は学校がいじめをうまく隠し通せただけなんじゃないかって。だからあなたは今の校内に問題がないかを確かめておく必要があった。なるほど。でもしいじめがあったら揉み消そうってか。いえ、そんなことは決して。ええ、そこまでは考えてなかったと信じてますよ。確かに皆さんにいじめ調査を依頼した理由はお察しの通りです。テレビで江原さんを見るたび、いつうちに飛び火してくるか気が気じゃなかった。理事長、俺は敵じゃありませんよ。ただ三越葉君がどんな人物だったか知りたいだけなんです。なら私に聞くより沢先生の方が。彼女が三越葉君の教育実習を指導してたので。え、あ、そうだったんですか。ほら見ろ、やっぱあの先生の顔も立てときゃよかったんだ。こんなの予想できないって。彼女をまた呼びましょうか。いえ、俺ただでさえ印象良くないでしょうし、こっちから出向きます。でしたら昼休みですし職員室にいると思います。ワンフロア下の。よし、沢先生んとこなら俺も行くか。いや、行くのは俺だけ。あ、つくもたちも先帰ってていいから。何それ、水臭いですぞ八神氏。あんま説明してる時間がなくてさ、夜まとめて話すから。じゃ、何かご用ですか。沢先生いらっしゃいません。すぐに戻ってくると思います。失礼ですが、あなたは。あ、別に大したもんじゃ。沢先生の席ってどこですか。少しお話できたらすぐ帰りますんで。あそこのデスクです。英語の本がたくさん並んでる。わかりました、どうも。
これは。なんでこんなところに。まだいらしたんですか。ええ、ちょっと沢先生にお伺いしたいことが。何です。御子柴ヒロについて。え、2ヶ月前に沢先生が彼の教育実習を見てあげてたと理事長からそう聞きました。なんであなたの口から御子柴くんの名前が。彼が失踪する前、なんか変わったことなかったですか。トラブルを抱えていた様子とか。さあ、あの子は突然実習に来なくなったんです。それ以上は何も。あの、もう少しよく思い出してくれません。は？いえ、じゃあその御子柴くんの4年前の件についてはどうです。沢先生は当時もうこちらにいらしたんですよね。え、ここの生徒さんが自殺した時、ネットでいじめがあったんじゃないかと噂されました。その加害生徒として御子柴くんの名前が上がってたはずです。ええ、でもそれこそただの噂です。彼のいじめはなかったってことですか。私は英語を教えてただけですが、御子柴くんは成績優秀でいい子でした。この間の教育実習でも後輩の生徒らとうまくやってたし。だから。いじめをするような子じゃない。そうですね。じゃあなんでネットに名前が。私に聞かれても困ります。4年前のことは裁判までしていじめはなかったとされてるんです。江原さんとの裁判ですよね。亡くなった生徒さんの父親で東京の警察官、この間痴漢で捕まってしまいました。ほら、テレビで見ませんでした。ええ、知ってます。でもそれが何です。さっきから何が言いたいんですか。多分江原さんは今も御子柴くんのせいで息子が自殺したと考えてます。あのね、八神さん。はい。何をしてるんです。あなたはもう理事長の依頼は済んだはずですよね。それになんでそんなに堂々としてられるんです。昨日は警備に通報までされて、すぐお帰りになると思ってましたよ。御子柴くんの話さえ聞けたら長居しません。それならさっき言ったので全部です。じゃああと一つだけ。彼、生徒たちとうまくやってたって言ってましたよね。その生徒たちって例えば誰のことです。それはバスケ部の子たちとか。御子柴くんも以前バスケ部だったんです。教育実習中も練習に顔を出してたみたいで。バスケ部って、じゃあさっきのあの連中とも。ええ、御子柴くんとよく話してました。わかりました。ご迷惑みたいなんで、あとはバスケ部の子たちを当たってみます。ちょっと。海藤さん、聞こえるか。まだ学校にいる。なんだよ、タボ。もう俺らは帰っていいんじゃなかったか。そんな釣れないな。
沢先生と二人で楽しくお話ししてたんだろ。楽しい話なんてできるわけないでしょう。むしろ嫌われたかも。でも気になる情報を聞けたからちょっと手伝ってほしいんだよね。ああ、なんだよ。例のバスケ部のいじめっ子たちを探したいんだ。手貸してくんない？鳩飛ばしてさ。やっぱ俺の助けがいるわけか。わかった。ドローンの定番だな。よろしく。俺は体育館あたりから探してみる。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。シュート、惜しかったね。え？2年2組の幸田さんでしょ、バスケ部の。はい。ちょっといいかな。前教育実習に来てた三越芝って先生のことで。は？いって、よう聞こえるか、タボ。さっき例のガキどもが体育館に入ってったぜ。カイトさん、それもうちょい早く知らせてくれたらな。あ？なんだって？おい、なんなんだよてめえは。マジで誰なんだ。後ろから不意打ちしといて随分偉そうだな。文句あんのか、この不審者。こうだ、あんたそいつと何話してたわけ？別に何も。俺はさ、三越芝って教育実習生のこと彼女に聞こうとしてたんだ。お前らも知ってんだろ、バスケ部だもんな。不審者が馴れ馴れしい口聞くんじゃねえよ。てめえはマジぶっ殺してやる。こいつめった打ちだ。昨日も世話になったし、こんくらい半でいいよな。そうだな。ああ、いいよ。
それでも足りないぐらいだ。ざけやがって、ぶっ殺してやる。思ったより根性あるじゃん。けどそれもっとためになる使い方あんだろ。くそ、離せ。何やってるのあなたたち。おい、行こうぜ。お前らが武器持ち出してきたことは黙っててやるよ。聞いてるんですか。ちょっと行き違いがありましてな。別に何でもねっす。まったく、何考えてるんです。学校の中で生徒と喧嘩なんて。いい加減部外者は出て行ってくれません。一応俺理事長に呼ばれてきてるんですけど。ええ、そうでしょうね。でも理事長だって、もし生徒や保護者たちにあなたたちのこと質問されたら、なんて説明できます。まさか隠しカメラで校内を監視してもらってるなんて言えるわけないですよね。うん、確かに。いいですか、今度何かあったら理事長のことだって全部ぶちまけますよ。私がかばう義理なんてないんですから。だいたい学校の中をそんな格好で。とにかくあなた方はすぐお帰りになるべきです。海藤さん、まだいるよね。理事長と変わってくんない。助けがいるんだけど。さん、確かに沢先生の言う通りですよ。これはどうやらもうお引き取りいただいた方が。私の方はおおむね依頼を果たしていただけましたし。あ、じゃあ理事長、こんなのどうでしょう。俺を教師とかで雇った体にしていただくとか。それなら校内うろついてても OK ですよね。教員免許がないと教壇に立てませんが。お持ちなんですか。いえ、弁護士バッジじゃ代わりになりません。え、弁護士。まあ立派な資格だと思いますが。でもだからといってそれは。そこをなんとか。多分なんともならないと思います。まあ他にあとあり得るとしたら、何か部活の外部指導員という形でしょうか。
ああ、なるほど。部活の顧問とかそういう感じの。この学校、カンフー部とかないっすかね。得意なんですけど。そういうのはちょっと。いや、そもそもどこの部も手は足りてるんでした。なので残念ですが。そうですか。よう、タイトだ。俺らはもう撤収するぜ。ガン首揃えててもしょうがねえ。お前も一旦引き上げた方がいいんじゃねえか。それじゃあ沙織さんに合わせる顔がないんだよ。そうかい、ならお好きに。じゃあな。あの、そこのあなた。ん？やはり間違いない。何か驚きました。まさか戻ってくるとは。犯行が発覚した後だというのに。犯行？あ、強盗犯は現場に戻ってくると言いますが、あれは本当だったんですね、盗撮魔さん。盗撮魔？何のことかな。階段に盗撮カメラを設置して女生徒のスカートの中を覗こうとしたでしょ。いや、マジで何言ってるのかわからないんだけど。あの、俺忙しいんで。待ちなさい。あなたが履いているスニーカー、それこそが動かぬ証拠。盗撮魔が履いていたものと全く同じ形なのですから、逃げられると思わないことです。はあ、あのさ、さっきから何なんだよ。スニーカーが同じだって、そんな根拠で人を犯罪者扱いするのはどうかと思うよ。同じスニーカー履いてる人なんていくらでもいるでしょ。スニーカーが同じことだけが根拠ではありません。実は先日、盗撮魔が現れた時、カメラの前の床に透明な塗料を撒いておいたのです。ブラックライトで光る塗料をね。え？油性ですから1日くらいでは落ちません。今もそのスニーカーに付着しているはず。
と。要するにあなたは自分の体に証拠を身につけたまま、愚かにも現場に戻ってきてしまったというわけです。清涼高校ミステリー研究会に感づかれたことが運の尽きだったということです。は？ミステリー研究会？さあ、盗撮魔さん、共に職員室に。ちょっと待ってくれ。光る透明塗料ね。そりゃ気づかないわけだ。だけどさ、仮にそれが俺のスニーカーについていたとしても証拠として弱いんじゃない？校内はいろんな人がうろついてるわけだし、うっかり塗料を踏むことだってあるでしょ。いいえ、塗料を踏んだのは犯人だけです。間違いありません。ずっと見張っていましたからね。一緒にいた体育の先生もそう証言してくれるはずです。いい加減諦めたらどうです？逃げても無駄ですよ。証拠はもう一つあるのですから。盗撮カメラは回収されてしまいましたが、幸い事前に写真を撮っておいたのです。そして私はこの写真からカメラの購入先ショップを特定しました。マニア向けの某ネットショップでのみ販売されている特殊な仕様の商品のようですね。この情報を警察に提供すれば購入者を特定することも不可能ではないはず。捜査の一環ということならばショップも顧客情報を開示するでしょうからね。わかりましたか？逃げても無駄。ここはおとなしく私に従った方が賢明だと思いますよ。ちょっと話し合おうか。話し合う？詳しい事情は話せないんだけど、今警察を呼ばれると非常に困ったことになるんだ。できれば穏便に済ませたい。ここは一つ何か妥協案。私が求めるものはただ一つ、真実だけです。同情を引く、脅迫する、買収する、その他もろもろ交渉は通じないものと考えてください。女子高生のスカートの中を盗撮して喜ぶような変態に見えるか？確かに見えませんね、一見は。でしょ？だったら俺が盗撮魔だなんて。ですがそんな初歩的なミスリードに惑わされていてはミステリー愛好家としては失格。はい？古今東西のミステリーでも犯人とは一見そうと見えない意外な人物であることが多い。これは現実においてもしかりですので、犯人に見えないという事実は何も意味しません。は？ミステリ慣れした私の目を欺けると思ったら大間違いですよ。
君、ミステリー研究会の部長さんなんだよね。天沢京子さんって言うんだ。それが何か？そこのチラシに書いてあったんだけど、顧問が辞めちゃって困ってるんだって。以前の顧問の先生が結婚を機に退職されまして、代わりを務めてくれる顧問の先生がいないのです。理事長も代わりの顧問を立てることに後ろ向きで、おかげでミスケンは廃部の危機ですが、ご心配なく。私があなたを捕まえて盗撮魔として差し出せば、手柄を一つ立てられます。そうなればミスケンの存在意義は証明され、理事長も外部指導員を探してくれるはずです。いや、それはどうかな。ミステリー研究会の顧問ができる人材なんてめったにいるもんじゃない。高校の顧問を引き受けてくれる探偵や作家がそう簡単に見つかるかな。まあ確かに難しいとは思いますが。だろ。そこで俺から一つ提案なんだけど。俺が顧問をやろうか。は？あなたが？実は俺探偵でさ、神室町の。え？探偵？そう、八神探偵事務所の八神隆之。学校に来てたのも調査でね。詳しいことは教えられないんだけど。もしかして盗撮カメラも調査のために？そこは想像に任せるよ。守秘義務があるんでね。だけどいかがわしい目的があったわけじゃない。そのことだけは確かだ。覗こうとしていたのはスカートの中ではなく別の何かだった。だけど調査のためだとしたら何のために？誰が依頼を？まさか学校関係者が？ああ、推理中のところ悪いんだけど、いいかな。実を言うと俺としても顧問になれると好都合なんだ。校内でいろいろと調査したいんだけど、沢先生に睨まれちゃってさ。沢先生に？ああ、部外者は出ていけって言われて困ってたところなんだ。だけど顧問になればもう部外者じゃない。校内をうろつく大義名分ができるってわけだ。この提案、双方にメリットがあると思うんだけど、どうかな。探偵としての経験はそれなりだ。でかい案件だって解決したことがある。おっしゃりたいことは理解しました。何らかの目的で調査をしていた。そう考えると確かに辻褄が合うことも多い。ですがまだあなたの主張を全面的に信じたわけではありません。そこで一つテストをしましょう。テスト？ついてきてください。すぐそこですから。あ、おい、ここは？ミステリー研究会の部室です。部室？これが？部活数に対して部室の数が足りず倉庫を間借りしているんです。さあどうぞ中へ。あ、ちなみに他の部員もいますので。元空手部黒帯男子の。そう警戒すんなって。
姉ちゃん、その人は？八神さん、顧問候補の人。顧問にふさわしいかどうかテストをしようかと思って。ふーん。どうも、俺は天沢健人、この人の弟です。ミスケンの用心棒やってます。姉ちゃん、いろんな危険なところに首を突っ込みまくるんで。八神さん、おかけください。どうぞ。お、気が利くね。で、天沢さん、さっきの話の続きだけど。ミステリー研究会の活動内容について教えてくれる？一応顧問候補として知っておきたい。ミステリー研究会は私が立ち上げた部活です。基本的な活動内容は、古今東西のミステリー小説を読み批評することですが、必要に応じて課外活動も行っています。つまり巷のミステリーを追うこと。あー、それって要するに探偵みたいな活動？さっきやってたみたいな。トラブルに首突っ込んで回るのは感心しないな。顧問候補としては誤解しないでほしいのですが、むやみに危険に身をさらすような真似はいたしません。安楽椅子探偵のごとく机上の推理で完結するならばそれがベスト。そうしてもらえるとありがたいね。とはいえ何事にも例外はあります。例えば警察や教師でさえ気がついていないトラブルや事件の匂い、そういった匂いを嗅ぎつけてしまった場合、放っておくわけにはいきません。嗅ぎつけるのはいいとして、その先は警察に任せといたら？危険だし。でしたら八神さんのことも警察にお任せしますか？あ、いや、それは勘弁と。こんな具合に割り切れない事件も多々あるのです。なるほど、納得。なあ、さっき言ってたテストって？あなたが探偵でありカメラも調査のためだった。確かにそう考えると筋が通ることも確かです。ですがその主張を安易に信じ、天津さえすぐに顧問になってもらうなど不用心すぎます。まあそうだよな。ですので八神さんの探偵としての能力、そして人間性を見極めさせてほしいんです。その上で判断させてください。あなたに顧問をお願いするか、それとも盗撮魔として差し出すか。なるほどね。だけどどうやって見極めるつもりだ？私たちは今ある事件を追っているのですが、その調査を手伝っていただこうと思います。事件？そのある事件についてなんですが、八神さんはパパ活をご存知ですか？パパ活？大人が若い女の子にお小遣いをあげてデートしてもらう活動だろ？はい。私が今追いかけている事件はそのパパ活に関するものでして、実はこの高校のダンス部の女子がパパ活をしているようなのです。それが誰なのかまではわからないのですが。ダンス部の子が？まあ問題って言えばそうだろうけど、事件って言うほどか。いえ、問題はそのパパ活女子の身に危険が迫っていることなんです。危険が？情報源が SNS ですので漠然とした情報ではあるのですが、どうもその女子のやり口が悪質で大変な不評を買っているとのことでして。悪質？どんな風に？何度もデートを重ね、お小遣いを稼いだ挙句、頃合いを見計らい雲隠れするそうです。次こそことに及べる、そうに酔わせ最後に大金をおねだりし、ドロン。まあ確かに恨みは買いそうだが、
自業自得だろう。金払って未成年とデートして文句言うのもな。それはそうなんですが、彼女に逃げられた一人が元半グレのタチの悪い男のようでして、あの女を見つけ出して犯してぶっ殺してやると息巻いていたそうなんです。ああ確かに、そりゃ物騒だな。でその元半グレの男、仲間まで連れ出して必死にパパ活女子を探しているらしくて、このままでは危険なのです。一刻も早くパパ活女子の正体を掴んで警告してあげる必要があります。確かに放っておくわけにはいかないな。事件を未然に防げれば御の字だ。そう、その通りです。真の名探偵ならば事件が起こる前に防ぐべしです。お俺もそう思うよ。君たちが追っている事件については理解したよ。テストの内容もな。で、具体的に何をすればいい？何でも手伝うよ。かのシャーロック・ホームズは探偵として様々な人物に変幻自在に化けたと言います。ある時は老婆に、またある時はホームレスに、他者の目を見事に欺き調査を有利に進めていました。潜入捜査ってやつだ。ええ、探偵として必要とされる能力の一つかと存じます。そこで八神さんにはダンス部にアドバイザーとして潜り込み、パパ活女子の情報を探り出してほしい。は？俺がダンス部のアドバイザー？実を言うと、私もこれまで何度かダンス部にアプローチし情報を得ようとしてきたのですが、彼女たちの結束は固く、部外者に身内の秘密を話してくれそうになくて。ならば第三者がアドバイザーとして潜入し信頼を得た上で情報を引き出すことが最善策かと。いや、そもそも俺ダンスなんてやったことないけど、アドバイザーはさすがに。そこは大丈夫です。ダンス経験のある先生の方が少ないですし、勉強しながら教えている先生も多い。はあ。それに最近ダンス部は顧問の先生が休みがちで困っているようでして、そこに八神さんが現れ、大人としていい助言ができればきっと信頼してくれるはずです。そういうもんか。うまくいくか。あなたが本当に腕のいい探偵ならば、そのくらい何とかしてみせると思います。なるほど、簡単なテストじゃないってわけだが、まあ一般的なアドバイスとかで切り込めばなんとかなるか。さて、そろそろ練習の始まる時間でしょうし、早速向かいましょう。練習場は体育館の地下にあります。八神さん、もし顧問になったらよろしくね。姉ちゃんのテスト厳しいと思うけど頑張って。ん？ああ。
部長は、あ、いました。なんか違うんだよな。だけど何が。西園さやかさん、ちょっといいですか。あ、あなたは。ミステリー研究会部長、天沢です。今日は西園さんにちょっとお話を伺いたくて。え、ミスケン。ミスケンが何の用ですか。うちで事件なんて起こってませんけど。そう警戒しないでください。今日はダンス部に素敵な方を紹介しに来たんですから。素敵な方。ダンス部顧問の先生が体調を崩して最近来られていないそうですね。そうなんです。原因不明の体調不良で2週間に一度来ればいいくらいです。おかげで振り付けを考えてくれる人もいないとか。はい、コンテストが近いのに。ちょうど今もそのことで悩んでいて。そうでしたか。でしたら好都合。え、あの天沢先輩、確かに困ってますけど。この人は八神さん、ミスケンの顧問になるかもしれない人です。なるかもしれない人。それはともかくとして、八神さんはダンスのことも多少わかるようでして、アドバイスをしてくれるそうです。は？なんでそうなる。俺はダンスなんてやったこと。本当ですか。助かります。さっき見た時からなんか雰囲気ある人だなって思ってたんです。もしかしてプロの人ですか。え、プロ。やっぱそうですよね。捨てる神あれば拾う神ありってこのことです。実は振り付けのアイデアがさっぱり浮かばなくて困ってたんです。ぜひご教授お願いします。いや待った、いろいろと誤解を。八神さん、探偵たるもの時としてライヘンバッハの滝に飛び込む覚悟で困難に立ち向かうべき。違いますか。は？あのいいですかね。今次のコンテストの練習してるんですけど、振り付けがなんかこうしっくりこなくて。みんなもうリズムも掴んで振り付けも覚えて、あとはコンテストに挑むだけではあるんですけど、何か決定的な何かが足りないなと思ってて。でもそれが何かわからないんです。コンテストまでもう時間もないし本当に焦ってて、あと少し、ほんのもう少しだと思うんです。はあの八神さん、私たちのダンスどう思います。何か足りないなと思っているんですが。いやそう言われてもな。観察力、探偵としての基本スキルですよね。え、ここはズバッと指摘してあげてください。当然できますよね。色気が足りないんじゃないか。健康的すぎる気がする。え、そう言われましてもどうしろって言うんですか。露出度の高い衣装でも着ろってことですか。エロティックな動作を増やすとか。高校生のダンスとしてはいかがなものかと思いますよ。まあそうだよな。
インパクトが足りないんじゃないかな。インパクトですか？ああ、ユニゾンもうまくいってるし、振り付けもバッチリ身についてる。ただなんていうか、記憶に残るような派手な動きに欠ける気がするんだよね。なるほど、確かにそうかもしれません。全体的に無難にまとまりすぎてるんですよね。ただちょっとアイデアが出尽くしてまして。八神さん、なんかいいアイデアないですか？え？インパクトのある動きといえば、そうだな、カンフーの動きを取り入れてみたら。え、カンフーですか？ああ、カンフーなら派手な動きが多いし、意外とダンスに向いてるかも。確かにカンフーはありかも。実際に格闘技の動きを取り入れてるダンスもありますし。でも私たちカンフーの動きなんてわからないですよ。それなら俺一応カンフーできるけど。え、そうなんですか？まあほとんど自己流だけどね。派手な動きもできる。なら教えてもらってもいいですか？まあいいけど。やった！じゃあ早速見本を見せてくれますか？踊ってみてください。え、踊る？俺が？もちろんです。カンフーの動作だけならネットで見れますし、それをどうダンスの振り付けにするのかが肝心ですから。ぜひそこは専門家の八神さんに。いやカンフーはできるけどさ、踊れとなると俺素人だし。そうですか、踊れないんですか。八神さん、できないなら今回の話はなかったことに。おまわりさんの番号は。待った。ん？わかった、とりあえずやってみるよ。ダンスなんて初めてだからうまくやれるかわからないけど。はい、よろしくお願いします。それじゃあ八神さん、サビのところまで30秒間私たちが考えた振り付けをお教えしますので、八神さん流にアレンジして踊ってみてください。お得意のカンフーで。ああ、分かったよ。それじゃあまず最初のステップですが、こんな感じです。できそうですか？ああ、どうだろう。まあなんとかとりあえずやってみるよ。それじゃあ音楽流しますよ。さあ行こうか。ことですか？ダンス経験ないって言ってましたよね。
いやそうなんだが、やってみたらできてしまったというか。どんな運動神経してるんですか。八神さん、やっぱり元プロダンサーだったんですか。いやいやいや、そんなことはない、素人だよ。素人の動きには見えませんでしたけど。ってことはテンプの才能、ダンスの神様が舞い降りたのかも。どうだろう、カンフーの動きが応用できたのかもな。八神さんに提案していただいた振り付け、早速練習メニューに組み込みたいと思います。今日は本当にありがとうございました。お役に立てたようでよかったよ。あの、もしよかったらこれからも時々アドバイスをいただけますか。顧問の先生が全然部活に来てくれなくて本当に困ってるんです。それに八神さんならなんだか信頼できそうですし。ああ、たまになら。素人なんでいいアドバイスができるかわからないけど、うん、よろしくお願いします。八神さん、部室に戻りましょうか。うん、ああ。どう、ダンス部部長の信頼は得られたと思うけど、テストは合格ってことでいいのかな。そうですね、正直驚きました。あんなにあっさりと彼女の信頼を得てしまうとは。私が何度アプローチを試みても警戒されるだけだったのに。あー、なんかミスケンめちゃくちゃ警戒されてるみたいだったな。何はともあれ、私としてはぜひ八神さんにミスケンの顧問になっていただきたいです。お、そいつはよかった。ってことは変質者疑惑も晴れたのかな。ええ、その説は失礼しました。それに実を言いますと、あの隠しカメラの目的なんとなく察しがついてきましたし。え、マジで。生徒を監視するかのように設置されたカメラ、八神さんが探偵だったこと、そして世間の耳目を集めている江原明弘の痴漢裁判、それらのピースを並べていくとぼんやりとですが八神さんの目的が推察できる気がします。まあお仕事の邪魔になってはいけませんから、首を突っ込むつもりはありませんが、とにかく八神さんのことは私から理事長に話しておきましょう。顧問をお願いしたいと。そりゃ助かるよ。だけど部外者がそう簡単になれるもんなの、顧問って。ええ、外部指導員という形であれば。ただその場合監督役を校内の先生に担当していただく必要があるらしいんです。名前を貸してもらうだけで顧問としての指導は八神さんにお願いすることになりますが、外部の方に部活を任せる以上必要な手続きのようでして。監督役、へえ、そういうもんなんだ。引き受けてくれる先生いるかな。そこは大丈夫です。実は以前に理事長が名前を貸すだけならいいと約束してくれたんです。半ば勢いで押し切る感じでしたが。え、そうだったの。理事長も教えてくれればいいのに。さっきはどこも手が足りてるとか言ってたけど。まあ本音ではやりたくないのでしょうね。責任だけは監督役の先生が取ることになりますから。ミスケンはいろいろなトラブルに首を突っ込む厄介者、そう思われているようです。はは、なるほどね。それでは八神さん、改めましてどうぞこれからよろしくお願いいたします。ああ、こちらこそな。八神さん、後でまた部室に来ていただけますか。私たちが追っているとある事件のことでぜひとも相談に乗っていただきたいのです。なんだ、パパ活の他にも厄介な事件が。ええ、それよりももっと厄介かもしれません。実はパパ活女子の件もその厄介な事件の一部である可能性もありまして、その話は時間がかかりそうですので、また今度
詳しくお話しさせてください。なんだかよくわからないが、時間ができたら顔出すよ。